感動、キンプリ・ナガセレン高橋海人、元メンバーへの思いを諸告白。With Music での発言に涙戦崩壊。キング・プリンスのナガセレンと高橋海人が出演したテレビ番組、With Music での一幕は、多くのファンに感動をもたらしました。元メンバー3人が新たに結成したグループナンバーアンダーライン愛について、彼らが初めて言及した瞬間は、まさに視聴者を釘付けけにするものでした。永瀬が 見させてもらっています、かっこいいとコメントし、高橋も、本当、大好きな兄貴分みたいな感じなので、毎回、楽しく見させてもらっていますと笑顔で答えたこの場面は、多くのファンにとって驚きと喜びをもたらしました。この発言を受け、ネット上では、心はつながっているんだね、感動したという声が多数上がり、彼らの絆の深さが改めて感じられました。現在 キング・プリンスは長瀬蓮と高橋海斗の2人体制で活動しています。かつて平野が担当していた歌い始めの部分を2人で歌うという新たな挑戦に対して、長瀬は、せっかくだったら2人で歌おうと高橋も、一緒だと力強いと述べ、彼らの新たな意識の高まりがうかがえます。パフォーマンスや歌のパートが増えたことで、2人の連携がさらに強化され、ファンとの絆も深まり続けています。 彼らはファンの前でのパフォーマンスを通じて、二人じゃないじゃん。全然、みんないるじゃんと感じ、ファンとアーティストの深い結びつきを再確認しました。ファンは、グループの変遷を見守り続け、応援し続けることで、彼らの活動を支えています。この絆こそが、彼らの活動を力強く支える要素となっているのです。今年5月23日、キングプリンスは設立6周年を迎えました。 この記念日に彼らは、キングプリンス株式会社を設立し、株式会社スタートエンターテイメントとのエージェント契約を締結しました。この決断は、彼らが自分たちの活動に対する責任を持ち、自主的に進む道を選んだことを示しています。エージェント契約によって、元メンバーの話題にも自由に触れることができ、ファンとのコミュニケーションがよりオープンになりました。彼らのファンに対する真摯な姿勢は、 まさに新たな時代のアーティストの模範と言えるでしょう。WithMusic での有働由美子アナウンサーの質問も注目されました。彼女が n バー,ア,ンダーラインアイのパフォーマンスを見たりされるんですかと尋ねた際、永瀬と高橋は声を揃えて、もちろんと答えました。このシーンは彼らが元メンバーへのリスペクトと愛情を持ち続けていることを示し、ファンに大きな感動を与えました。この放送後、ファンの間では、 見られてよかった泣ける心はつながっているんだねといった感動の声が多く寄せられました。また、有働アナの質問がファンにとって重要な情報を引き出し彼らの絆を再確認する機会となったことがわかります。こうした感動の瞬間が彼らの活動をより一層魅力的なものにしているのです。永瀬と高橋は2人体制になってからも新たな挑戦を続けています。 彼らのパフォーマンスや歌に対する意識はますます高まり、ファンとの絆も深まっています。彼らの成長と活躍は、ファンにとって大きな励みとなり、今後の期待も高まっています。ファンは、彼らの新たな挑戦を応援し続け、共に歩んでいくことでしょう。キング・プリンスとナンバー・アンダーライン愛の物語は、友情、絆、そして成長をテーマにした感動的なものです。 元メンバーとの関係を大切にし、ファンとの絆を深める彼らの姿勢は、多くの人々に感動を与え続けています。彼らがそれぞれの道を進む中で、お互いを尊重し合い、励まし合う姿勢は、多くのファンにとっても大きな励みとなっています。この関係性が、彼らのパフォーマンスや楽曲にも反映されており、ファンはその一体感を感じ取ることができます。特に キングプリンス株式会社の設立とエージェント契約の締結は、彼らが自主的にキャリアを切り開いていく姿勢を示しています。この決断は、彼らが自分たちのアートとビジネスに対する完全なコントロールを持つことを可能にし、より自由な創作活動を行うための重要な一歩となっています。こうした自主性は、彼らの活動をより豊かで独自性のあるものにしています。また、 彼らのエージェント契約がどのような新たな展開をもたらすのか、今後の動向にも大いに期待が寄せられています。特に、彼らがどのようなクリエイティブなプロジェクトに取り組むのか、どのようなメッセージを発信するのかについては、多くのファンが興味津々です。これからも彼らの活動を中止し、応援していきたいと思います。キングプリンスとナンバーアンダーラインア I の物語は、 単なるエンターテインメントの枠を超えた深い人間ドラマです。彼らの友情、絆、そして成長の過程は、多くの人々に感動を与え続けています。彼らが新たな挑戦を続ける中で、どのような道を歩んでいくのか、そのストーリーはまさに感動的であり、エンターテインメントの枠を超えた人間ドラマとして多くの人々に影響を与えています。長瀬と高橋が番組内で見せた態度は、 プロフェッショナリズムの象徴でもあります。彼らは、自分たちの過去と向き合い、それを乗り越えて前進し続ける姿勢を見せました。これには、ファンだけでなく、同業者や業界関係者からも多くの賞賛が寄せられています。彼らのような態度が、他のアーティストやグループにとっても模範となることでしょう。また、彼らが現在取り組んでいるプロジェクトや活動も非常に注目されています。 新曲のリリースやライブパフォーマンス、さらにはメディア出演など、様々な場面で彼らの成長と進化を目の当たりにすることができます。これらの活動は、彼ら自身のキャリアだけでなく、ファンとの絆をさらに強固にするものでもあります。彼らの活躍は、ファンにとっても大きな喜びであり、彼らが今後どのような新たな挑戦を見せるのか、期待が高まっています。これからも彼らの活動を中止し、 応援していいきたいと思いますまた、彼らの活動がエンターテインメント業界に与える影響についても考えるべきでしょう。特にキング・プリンス株式会社の設立とエージェント契約の締結は、彼らが自主的にキャリアを切り開いていく姿勢を示しており、他のアーティストやグループにも影響を与える可能性があります。彼らのように、自分たちのアートとビジネスに対する完全なコントロールを持つことは、 これからのエンターテインメント業界においても重要な要素となるでしょう。キング・プリンスとナンバー・アンダーラインアイのメンバーたちは、それぞれが異なる道を歩みながらも、常にお互いを気にかけ、支え合う関係を続けています。彼らの絆は、ファンにとっても大きな感動をもたらし、応援する理由となっています。彼らの関係性は単なる友情を超えた、深い信頼と尊敬に基づくものであり、 それが彼らのパフォーマンスや創作活動においても強く反映されています。キングプリンスとナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがそれぞれのフィールドで活躍する中で、彼らの絆がどのように変化し、発展していくのかは、ファンにとっても興味深いテーマです。特に、キングプリンスが新たな体制でどのように進化していくのか、そしてナンバーアンダーラインアイがどのような音楽やメッセージを発信していくのかは、 今後のエンンンンターテイイメトト業界においても注目すすべきポイントですこれまでのキャリアを通じて培った経験やスキルを生かしつつ新しい挑戦に果敢に取り組む姿勢は多くのファンだけでなく業界関係者からも高く評価されています彼らがこれからどのような道を歩みどのように成長していくのかその過程を見守ることはファンにとっても大きな楽しみであり彼らの活躍をさらに応援する理由となっています さらに、彼らがどのような形で互いにコラボレーションする可能性があるのかも興味深いテーマです。元メンバーたちとの再会や共同プロジェクトが実現する日が来るのか、ファンの期待は高まるばかりです。エンターテインメント業界においては、こうしたサプライズや再結成は非常に盛り上がりを見せる要素となります。彼らの今後の動向に注目し、どのような形でファンに喜びをもたらしてくれるのか、期待が膨らむばかりです。 また、彼らの活動が社会に与える影響についても無視できません。彼らのメッセージや行動は、特に若い世代に大きな影響を与えており、その影響力は計り知れません。彼らが発信するメッセージや取り組むプロジェクトが、社会にどのような変化をもたらすのか、また、それがファンや社会全体にどのように受け入れられるのかについても注目が集まります。彼らの活動が社会に対してポジティブな影響を与え、 より良い未来を築くための一助となることを願ってやみません。そして、彼らの音楽やパフォーマンスが持つ力についても再評価すべきです。音楽は言葉を超えた感情の表現であり、彼らの歌やダンスには、その背後にある深い感情やメッセージが込められています。ファンにとって、彼らの音楽は単なる娯楽を超えた、心の支えとなる存在です。彼らがどのような音楽を作り、 どののようなメッセージを発信していくのかその一つ一つがファンにとって大切な瞬間であり彼らとのつながりを強く感じさせるものです。